えー、真夜中ね頭光っちゃってると TV の時間やってまいりましたなんかあのー、このスマホ、えー、Google ピクセルホールドなんですけど自撮り用のなんかライトがつくようになりましたびっくりしましたはいもっと光ってますねメガネも光ってますけどもはい頭も光っちゃってますけどもねはいあのー、今日はねあのー、まあ強くなりたいまああのー、心で空手を始めるんですよねみんなね えー、まあ礼儀作法とかも大事ですけどもあのーまあ挨拶もちゃんとできる子に育ててほしいね、えー、まあ最初に前も言いましたけど入門同期っていうのは、まあ、チャンピオンを目指すっていうことで、えー、入門する子ってほとんどいないんですよね、あのー、礼儀を教えてもらったり、まああのー、いじめをしない、ね、さ,れされないようにしたいとかね審議対強くしてほしいと胃も心も全部すべてね、えー、強くしてほしいと。 いうことなんですけどももう一つのね、あのー、動機というのは、えー、まあなんちゅうかな、えー、自信がないというか、あのー、ちょっとひ弱な子ねひ弱ひ弱で、えー、もうちょっと強くしてほしいっていう子の方が多いんですよ。ねえー、何が言いたいかと言いますと、あのーまあ、最初からちょっと力が強くてね、えーまあ、簡単に言えばちょっと。 えー、人に行けずしたりするね、えーまあ、力あり余ってというかちょっとやっぱ子供の中で1年生2年生になってくると、えーまあ、ミッドを打ちましょうミッドをしててもちょっと力加減が、ね、できなかったりもちろん強くついて叩いてってするんですけどもあの2人1組になった時に人が多かったらちょっと大きいことちっちゃいことやる時もありますやんか。えー、その時にあのー なんちゅうかな必要以上にこう前蹴りとか壁の方にボーンぶつけてみたり、ねえー、ちょっとミットの端っこに当たらないようにして体当ててみたりとかちょ,ちょっといけずな子がちょっとわんぱくというかね何て言うかなあ<の>そういう子が時々やっぱりいてるんですよね。うん、ほんでそっちの方の強い子の方はまあ後の話にしますけども弱い子を、ね、あの心を強くしたりこう。 力を強くしたり、えー、そんなんにも負けんようにしたいっていう子の方がもちろん多いはずなんですよね多いけどもそういう子らの方はどんどんこう調整がしやすいんですよね。えー、もっとしっかりやれ、れ強くやれとかねいっぱい声,声かけてあげていいぞとか言ってあってもともと弱いんで、えー、強くなったらすごくあのなんちゅうかな調整が取れてきてい,いい感じになるんですけども。 もともと強かったりちょっといけずするね <laughs> 力加減ができへんう特にこうオレンジ帯青帯中途半端ぐらいの時になったらちょっと力を試したいというかね、えー、習った空手を組み手突きとか蹴りをあの組み手にもそうですけどちょっと試すようになってくるねえー、そっちの方の子を押さえつける方がしんどいんですよあの指導者としては分かりますうん だからひ弱でっていうのはそっちの方がどんどん強くなっていいんですけどこのほんでそのひ弱な子っていうのはやっぱり長いことかかるんであのどんどん成長してて、ね、いい感じになっていくんですけどももともと強,強い、まあ、ジャイアンですよね <laughs> ジャイアン系の子とかはあの抑える方がねあのもっと言えばもっと力強い子というあの体大きい子って優しい子が多いんですよね。 中途半端な感じの子ってわかりますその子らっていうのはちょっと組み手が強くなってきたら試してもまうと。もちろん試し合いなんで試すのはいいんですけどあの、ね、嫌われるようになっていくと。ね、うちでも何人かやっぱりあの目,目についてる子がいます。やっぱりね。その子らっていうのは抑えるのがすごく大変だなっていう話なんですけども。 あの試合でね、えー、この前も JFKO の,の大会見てたんですけども、あのー、見学させていただいたんですけども、あの大人の大会ですよ、えー、1回戦、2回戦、3回戦、まあ、まあ、確かに僕の好きな魚本選手もそうやし、開楓君もそうでしたけども、僕の見た感じですよ、あの一、ー、ん技あり取ったら、ね、1分半の、2分半の、2分の間に技ありと取るでしょ、んで相手がちょっともう弱っちゃってますよね。弱っっちゃっててもう なんとかこう頑張って最後まで試合してもうラッキーヒットもないぐらいの状態の時ってありますやんで勝ってる方技あり取った方はいつでも倒せる状態なんですよ、ね、もうそこでもうボディ聞いてるとこ構えて初めてもう一回やって技になってね1本取ろうと思ったらもうそこに突き入れたり膝入れたりラッシュかけたりしたらもう絶対勝てるんですよでも、えー、最後までその人と戦ってあげようかなという雰囲気で いい感じで終わらすと、必要以上な、えー、ダメージを与えなくて、もう勝ちに持っていくと。僕は勝手に思ってるんですよ。ねまあほんまは倒さなあかんの、からではね、えー。倒さなあかんねんけども、一撃で倒すのと、えー、一回技で取って、もう一遍もう弱ってるとこ、もうね、繊維損失みたいに近い、近いような感じの男を、えー、無理にこう倒しに行って、ね、一本、一本取って、 ま気分はいいかもしれないですけども、それじゃなくてあえてそういう風にね、最後まで組手をさしてあげるような状態に見えてるとこがあるあるんですよ。私ね、えー、勝手な想像ですよ。うん、そういうのってすごく良くないですか。はい、っていうことです。まあ、倒さなあかんし、逆にその向こうが油断し油断をさしてね、技をもらってしまうかもしれないですけど、でももう完全にもう優勢です。ね、技も取ってて。 えね、もうどっから見てももう,もう8対2以上の優勢で、えー、そこからラッキーともらったとしてもまあ勝ちなんですけども、えー、でもこの結果論もらったら1対1のね一本一本になってなん、えー、とか判定で勝ったってなっちゃうんで危険に言うたら危険なんですけど勝ってる方もねそういうことをすれば危険なんですけども、えー、私はそういうふうな。 優ししさがあればいいいなと思いました <laughs> 思ってまたっす。はい。スパーリング会とかスパーリングしてもそうですよね少年でもそうでしょあの技ありももちろん近いところもあるけどもそれ以上しないじゃないですかねお互い仲い仲い者同士というかスパーリング会集まっていろんな流派の人とやりますけどちょっとねえを聞かしちゃってしまったらもうそれ以上そこに蹴らない、ねえー、っていうのがまああ、えー、の呼吸じゃない何て言うかなそれってもう。 かかってていいいる状態ななのでしてこないというか、はい、空気を読める読まれへんっていうのもあるんですけども、まあ、試合で空気読んでたら負けちゃったりってするのもあるんで、なかなかね、あの難しいと思いますけど、やっぱり強い選手っていうのは、やっぱり強くて優しくないとあかんと、私は思うんですよ。ね。だからそういう余裕がないと、試合でもそういうことはできないやろうしね。だからそれが子供たちとかね、えー、まあ、 一般人でもいてるのかなちょっと強くなったら試しすぎて、えー、とにかく自分の気持ちがいいように、えー、必要以上な、えー、組み手をしてしまうと、ねえー、とことんまで行って、えー、とどめさすと、ね、とどめさすような、えー、空手っていうのはほんまにいいものなのかなということで私も最近は思っておりますそういうのをする人ってやっぱり中途半端にね強いというか強くないんですよ。 結局は中途半端なななんんでですすよよねね、はい、そんなに強くないんですよ、ね、ほんまに強い人っていうのはやっぱり優しい気持ちになってっていうのがだから子どもたちの、えー、スパーリングていうかスパーリング以外ではそんなことないんですけど自分の道場の中で皆さんありませんかはいあのー、各道場の皆さんね、えー、親御さん親御さんたちがこれ見てくれてるんのやったらねえ なんかもう毎回毎回負けてる方も嫌なんですけどもその必要以上にこうやってくるというか、はいうん、今度そう,そうなってくると親がやらしてるのかなと、ね、親があのこの子はもうに試,し試しなさいとか自分の技を全部ボコボコにしなさいとかいうふうに疑ってしまいますよね。はい だからそれをね僕らもやっぱり指導者として、えー、やっぱり気をつけなあかんのかなってやっぱり思ってます普段んからね、えーうんだ。組手であって組手の中には、ね、礼,儀礼儀があって、えー、相手に優しさがあって自分に優しさがあってやっぱり痛みが分かるようになってほしいと人の痛みが分かるようになってほしいで自分が痛みを受けて、ね、そういう気持ちになってほしいということが前提で空手を始めてるはずです。 な空手に先手なしとか言いますけどもやっぱりそういうふうにねしてほしいなというのが一番この指導者としてねあの子どもたちを指導していく中で、えー、ちょうどいいような感じにするという、ね、強,い強くてちょっとやんちゃっぽい、ね、も,うもう力あり余ってるちょっといけずが入ってる子、ね、その子と悩みをした子、ね、そっちの方もやっぱりこの人に負けたらあかんのですよ実はねこの,この人にいつまでも負けたらあかんのですよやっぱり強くならなあかんから。 ね、だからこのちょ,ちょうどいいようないい,せい,い人に育てようと思ったらやっぱり黒帯にならなダメです。はい、黒帯ね、皆さん、えー。しっかりあの道場で黒帯巻いてもらって、えー、そこまでやっぱり一生懸命頑張ってね、えー。まず黒帯だったらそんなことしないじゃないですか。ね、その黒帯というふうな意識で、えー、皆さんね、あのー、やっぱり上級、ね、上級者、ね、というふうにしたらいいなと思います。もちちろんうちの ね維新とかでもそう、ねあーちゃんとかでも、るいまでもそうですけど、強い,強い子いってるでしょ必要以上にしないですよね、やっぱり <laughs> いいい。いつでも勝てるから、あの子ら。ねうちの同情生の同じ年の年齢の子とかね、男の子にも勝ちますよ、もちろんね。えー、女の子でも。もうんうん、吹っ飛ばしたりしませんからね、はい。やっぱり強いチャンピオンっていうのは、やっぱり、ね、そういう余裕がある子の方が、やっぱり今まで全部多いですね、うちはね。うん まあ皆さんもそうでしょ自分のところのチャンピオンの子ってそんなことしないでしょやっぱりその中途半端、ね、中途半端ぐらいの時がやっぱりそういう風になっちゃうかなと。はい、かといって、そのうちのチャンピオンらはその中途半端な時期もそんなことしなかったから、やっぱり性格の問題なのかなと思うし、はい、その全てひっくるめて、ね性格、性格も、ねえー、正していくのが空手の先生の見せどころだと思いますという話でした。はい、ということで。 えー、いろいろ悩んでおりますということです。私らもね、悩みながら、えー、試行錯誤しながらね、やっていっておりますということです。はい、ありがとうございました皆さんね、そういうことです。いい感じのね、えー、空手の門下生というか空手家になってほしいなとね、それがまた社会に出たときに通用するしね、活躍あの使えるものなのでね、そういう気持ちを持った子の方がね、やっぱり正義の味方っていうのもなんですけどもね、そういうふうに。 なってから卒業してほしいなというのが、えー、私の意見でした。ありがとうございました。はい。